おーい、自爆かよお前。ちょ待て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 、なんか頭を下げて急げよ。分かってる。あ、これアップできんの。早く行け。ほら、おいおいおい、待て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 、危ねえ。はい、皆さんお疲れ様です。天かすのりょうです。本日はデイズゴーン続きの方ですね、プレイしていきたいと思います。前回の続きですね。もうリッパーと戦争状態になっております。早速プレイしていきたいと思います。さあ、こっちでいいのかな。リッパーいなそうですけどね。いや、とりあえず家に向かう。あ、いった、びっくりした。お前からやったるわ。うわ、いっぱいいる。ちょっと待て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 、ちょっと待て待て待て。いや、びっくりした、いるじゃん、いきなり。ちょっと待って、こっちか、こっちか、こっちこっち。え、この中にいるんだよね。はいはいはい、ちょっと待て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 、早く開けろ早く開けろ。じゃあ、悪いもんだ。何やってんのお前。え、待って、人質が死んだって書いてあるよ。え、遅かったってこと。え、今の一瞬で倒さなきゃいけないの、マジか。よし、よし、開いた。え、何やる、びっくりした。ありがとう。え、静かに。礼ならいい、ニコールを知ってる。ある橋まで行って、見張り台の上にいるニコールを手伝い、リッパーが沼地から来ないよう見張るんだ。いいな。分かった。あなたのおかげで助かった。おしよしよしよし。行け、早く。さあ、ニコール、次はお前が役目を果たせ。じゃあちょっと武器をね、武器って言ってもね、回復、回復して、あった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 、なんかいいのあったよ。はい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 。ちょっと弾も弾も。よし、どうだ。リッキー、誰かいないか。リーコ、てっきり死んだかと。ブーザー、どこだ。スキッゾ。どうなってんの。スキッゾならブーザーと一緒に。どこだ。どこ行った。よしよし。リーコ、リッパーが診療所を襲おうとしてる。クソ。すぐそっちに行く。待ってろ。リーコン、ダメ。アクセル、リッキー。いやー、いるよ変なやつ。ほら、おーい、自爆かよお前。やべやべやべ、ちょっと待て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 。いやー、死ぬって、そんなの死ぬ。え、何、ちょっと待って、見えない見えない見えない。嘘だろ。リッキー、誰かいないか。リーコ、てっきり死んだかと。ブーザーはどこにいる。スキッゾ、どうなってるの。スキッゾならブーザーと一緒に。どこだ、どこ行った。リーコ、リッパーが診療所を襲おうとしてる。クソ。すぐそっちに行く。待ってろ。リーコ、待て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 。アクス、リッキー。診療所に行かねえと。ブーザーはどこだ。え、どっち、こっちでいい。あれ、敵いないよね。いや、いるか。もうちょっと待て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 、見つかったか。やべやべやべ、とりあえず。おっと、おら、やばい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 、すげえわここ。ちょ、回復回復。いや、怖いって。え、追ってきてんの。おら、お前も
やちょっと待って、かわせかわせ、うおー、あぶねー、早く話すな、お願い、やめて、迷いし、もろめ、リーコ、やめて、なになになに、どうして外に出たの？誰かが叫んでて、見殺しにできなくて。おい、待て、待ってくれ。今のは何だ？終わったんだ。アイアンマイクが停戦を取り付けた。何？どうなってんの？確かめに行くぞ。大丈夫？ねえ。ごめんね。本当にごめん。私も悪かったよ。マイク、これはただの誤解なんだ。あいつらはただ襲撃を受け、仲間が殺されたんだぞ。誤解で済むと思うか。マイク、協定を破ったのはそっちだろ。我らの立ち上げ武士は分かり合うはずだろ。おい、嘘を抜かすんじゃない。マイク、聞いてくれ。取引したんだ。おい、待て、何をした。武器を下ろせ。クソ、抑えろ。その取引について聞こうか。チキショ、待てよ。早く言えよ。俺たちを奴らに売ったんだろ。俺にどうしろってんだ。おい、スキッド、さっさと話さねえと喉をかっきってやるぞ。わかった、話す。カルロスと取引した。いいか、マイク。でも俺はキャンプを売ろうなんて思ってない。本当だ、あの二人、こいつとブーザーだけさ。カルロスの望みはそれだけだ。お前の取り分は？キャンプを救うためだ。奴が破った協定を元に戻そうとしただけだ。マイク、デーコン、無事で何よりだが、そいつを話してやれ、デーコン。よし、それじゃあ取引の話は本当なのか。悟りし者は嘘をつかない。ああ、本当だ。そうか、ならディーコンとブーザーをお前たちに引き渡したらロストレイクから手を引くんだな。安らかな眠りを約束しよう。教祖様の約束か。全てを悟った者の言葉は絶対か。おい、待て、今は休戦中のはずだろ。何が休戦だ。ここは俺のキャンプだ。俺の仲間に手を出してから血まみれの約束を掲げて要求を通そうったって、そうはいくか。お前がなぜこの二人にこだわるのか事情は知らないが、二人を渡したりはしない。マイク、約束と違う。いや、そんな約束俺が知ったことか。追加条件は受け付けない。さあ、仲間を連れてロストレイクから出て行け。出なきゃ一緒に死ぬだけだ。今ここでな。協定は継続だ。ずっとそのつもりだったな。ぶっ殺してやる。ブーザー、よし、こいつらをキャンプ。これ終わりじゃねえぞ、カルロス。次が楽しみだ。ディーコン、早くどけ。どくんだ。マイク、聞いてくれ。出ろ。交流しておけ。いや、こいつは俺が。おい、やめろ。
前たちはいくら言っても聞きやしない。ここではそういう野蛮なやり方はさせないぞ。命を取引することも無残な人殺しも断じて許さんからな。早く連れてけ。話せ。奴にはこれから公正な裁きを受けさせる。秩序を乱した報いだ。俺は間違ってねえマイク、絶対にな。ちくしょう、俺はこのキャンプを救おうとしたんだ。リッパーは襲ってくる。カルロスは止まらねえぞ。聞いてんのか、止まらねえからだ。あいつの正体ジェシーだ。ああ、この世の終わりにカルトリーダーやりながら俺たちへの復讐を企んでたらしい。ムカつくクソ野郎だな。まったくだ。奴は前から俺たちのことを知ってたみたいだ。クレイジーウィリーで襲われたのも偶然じゃない。スキッズは俺たちは撃ったんだな。道具に連れてかれた。首をへし折ってやる。今はスキッズのことはほっとけ。まずはリッパーどもだ。火炎瓶と弾薬をあるだけ集めろ。何考えてる。どうせまた無茶するだろう。その通りだ。でもやるしかない。俺は爆薬とスキッズの部屋から銅爆線を取ってくる。橋で落ち合おう。説明はその後だ。なあ、やれるか。もちろんだ。さあ、ミッション完了ですね。奴らは止まらねえぞ。はい、続きやっていきたいと思います。クラフトマニュアルアンロック、なんかできるようになったのかな、クラフトが。はい。わー、これ強いよね、リッパーの斧。これ作れるのか。はい。え、クラフトマニュアルアンロック、敵か味方か、これなんだろう。お、パイプ爆弾作れるのか。これは美味しい。これはいいね。リコいる？応答して。ああ、リッキー、悪いが時間がない。一体何があったの？スキッズが閉じ込められてて。ああ、そうか。なあ、今は話せない。それとカルロスとリッパーどもも出てったよ、あれだけやった後に。その話はアイアンマイクにでも聞いてくれ。そうする。でもそれよりあんたと話したい。何か無茶なことを。話なら今してるだろう。大事な話だから直接会いたい。大げさだな。もう行かねえと。リーコ待って。悪いな、リッキー。また後で話そう。マイク、こんな髪切れ。ほい。誰にも見つからないように持ち出さないとな。さあ、爆弾をキャビンに持ち帰る。こんなかか。さあ、新しい目標ですね。スキッツのキャビンで銅爆線を見つける。はい。これ何？ガンロッカーか。ガンロッカー取り置いていいのかな？今、武器持ってるよね。銅爆線がいるな。フリーカーって。スキッ。なんであんなやつ信じたんだか。お、これは。お、ライフルか？ライフルだな。ありがたくいただくぜ、スキッツ。さあ、また目的地ですね。向かっていきます。ここかな。さあ、ダメ、もうこんなの無理。大丈夫だ。一体どうした？私はただの獣医だよ。動物の治療とかひづめの治し方しか習ってない。これがひづめに見える？アディ、落ち着け。ブーザーに起きたことを見てたでしょ。これ以上できない。おい、怪我人があまりに多くてたくさん死んでいく。アディ、リコン、私は医者じゃないんだよ。それでも頼れるのはアディしかいないんだ。
者じゃなかったのか、アディ。だが医者じゃなくてもブーザーの命を救ってくれた。俺にはそれで十分だ。ディーコン、リッパーに盗まれてないか爆薬を確認しに行ってさ、その後スキッツォの部屋に銅爆戦も見に行ったんだけど、まずここに来るべきだった。出てってくれリッキー。あの洞窟を爆破するんでしょ。一緒に行くよ。ガキの頃親父がネズミの巣を見つけてな。どうしたと思う。さあね。ネズミが眠る朝まで待って、穴に板を並べて水まき用のホースを持ってきた。その時言ったんだ、ネズミを片付けるには溺れさせるのが一番だってな。つまりキャンプの上の貯水池を吹っ飛ばすの。名案だろ。ディーコン、安らかに眠らせてやるさ。ディーコン、それはダメだって。どうしてダメなんだ。協定とやらがあるからか。スキッツはクソ野郎だが、一つだけ正しい。カルロスは止まらない。リッパーもそうだ。分かってるだろ。支援で動いてない。ああ、やつをぶっ殺す。そう。ブーザー、ゲートに向かう。いいか。先に行ってるぞ。さあ、ブーザーのところですかね。向かいたいと思います。いいライフルだな。ああ、だろ。スキッツのだけどね。返すとき一緒に行かせろよ。ああ、もちろんなあ、あのクズはどうする。のんきに裁判なんてさせねえよな。ああ、させねえ。さあ、発電所かな。アイアンビュートはよく知ってる。サラがそのアイアンビュートランチの南にある研究所で働いてたんだ。昼時に迎えに行って、あそこらでよくバイクの乗り方を教えてた。ジェシー、カルロスはクソがやし、あそこのゴルフリゾートとロッジを占拠してるが、すぐ南にクレセントレイク貯水池がある。ダムを爆破すりゃ貯水池の水が一気に奴らのキャンプに流れ込んで壊滅できる。あそこのロッジは丘の上に立ってた。ああ、まあ貯水池の水はロッジまで届かねえだろうが、それでもほとんどのリッパーは始末できるはずだ。で、あとはロッジを叩くだけって。そうだ。簡単にはいかないだろうな。だな。よし。おい、何やってる。何って下に持ってって爆弾設置すんだろう。先に吹っ飛ばしてもいいか連中に聞くべきか。ブーザー、おめえはここに残ってスキッツのライフルで俺の援護を頼む。おい、ちょっと待てよ。任せとけって。銃撃戦じゃ役に立てねえが、これならできる。俺はアフガニスタンで爆破の訓練を受けてるんだ。設置場所の判断もできる。よし、なら指示してくれ。やるか。はい。よっしゃ。さあ、援護するような感じかな。よし、この塔に登ればダムを見渡せるはずだ。登るまで待っとくぞ。え、どこ行けばいいの。スナイパーの塔、こっちか。この上に行けばいいのかな。よし、行くわ。行くぞ。ちょ、待て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 、なんか頭を下げて急げよ。分かってる。あ、これアップできない。いや、いい、早く行け。ほら、おいおいおい、待て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 、危ねー。そんで、え、お前、一つ目はどこに仕掛ける。おお、びっくりした。二つ目の足場が見えるか。ダムの上だ。よし、すぐ行く。ちょ、待って、ゆっくり行って、ゆっくり。よし、一つ目を仕掛ける。頼む頼む。
なんかカラスみてえのがいっぱいいるんだけど、大丈夫あれ？その調子だ。任せるぞ。いいな。あ、外したか。ちょっと待って。え、ちょっと待って、全然当たんないんだけど。よっしゃ。ちょっと待って待って待って。来た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 。ほら。これいちいちアップしないといけないのか。おいし。え？待って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 。どこから来るんだ。おい、テイク。本当に。分かってるって。せかすな。よし。二つ目を設置してる。向こうから来るのか？あ、ちょろい問題。ちょ待って待って。分かってる。どこどこどこ、どっから来る？向こうからか。うわー、これほらバイクで来たよ。ほら、よし行くぞ。もう一匹いる。ほら、よし、よかったな。いいぞ。そりゃどう？どこ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 、どっから来て。お前、俺を狙ってきたな。お前、おら、ちょっと待て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 、やられる。ちょっと当たってんの。待て待て待て、来てるから。分かってる分かってる。よっしゃ。待って待って待って待て。あとどこどこどこ。ほら、あとどこにいる。下か。来た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 。ほら、次はどこに仕掛ける。いや待って、俺も体力ないよ。大きなパイプだ、ダムの底にある。着いたぞ。急げ。ライフハンドル爆弾設置してみろってんだ。見た目はかっこいいからいいじゃないか。次どっから来る？できた。どこ？どこ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 ？あ、まい、あそこから狙ってる。ほら、いやー、おー、いやー、どこどこどこ。邪魔するんじゃねえ。ほらほら、あとはどこいる。あ、いたいたいた。くそ、ほら、くそ、よっしゃ。ごめんだからな。いやー、いやもうやってるってブーザーもやばいな、体力が。よし、これで最後だ。おい、やべ、なかった。逃げろ。俺も体力かい、あー、ない。あー、危ねえ、ギリギリだわ。来い、急げ。うおー、決壊したわ。こいつはすげえ。大丈夫か。どうやらな。まず腕がないぞ。本当、お前ってやつは。
シーを探しに行くか。はい、続いてのミッションですね。リッパーのキャンプへ向かう。いやー、めちゃくちゃ面白かった。いや、最近のね、デイズゴーンめちゃくちゃ面白い。で、本日はね、キリがいいのでここまでにしたいと思います。また動画の方すぐアップいたしますので、まだチャンネル登録が済んでない方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。天かすのりょうでした。バイバイ。